メトネは土星の第32衛星である。非常に小さい天体であり、2004年に土星探査機カッシーニの調査チームによって発見された。付近を交点するパレネと共にカッシーニが撮影した画像の中から発見された初めての衛星である。メトネはカッシーニが撮影した画像の中から カッシーニの画像解析に携わるチームによって2004年6月1日に発見された。発見報告は同年8月16日に国際天文学連合のサーキュラーで公表され S-2004S1 という仮符号が与えられた。カッシーニが2004年6月1日に撮影したメトネの発見画像。発見報告の段階では この天体は1981年8月23日に、ロイジャー2号によって発見が報告された S1981S14 と同一天体である、可能性がわずかながらあるとされたが、詳細は不明であった。なお後に S1981S14 は別の衛星であることが判明し、パレネと命名されている。メトネという名は、 ギリシア神話に登場する巨人アルキオネウスの7人の娘たちの一人に由来し、2005年1月21日に国際天文学連合のワーキンググループによって公式に命名された。また同時にサターンク使という確定番号が与えられた。目と目の軌道は、ミマスより外側、エンケラトゥスより内側にあり、ほぼ深淵に近い。この領域には同様の 小さな衛星がメトネを含めて3個発見されており、いずれもアルキオニデスに由来する名が付けられている。これらの3つの衛星の起源については、ミマスかエンケラズスから分離したという説と、初期に周辺に大量に存在した小衛星の集団の生き残りであるという説がある。メトネは、ミマスとの14時15分の平均経度の共鳴を起こしており、 これによって軌道に乗乱が発生している。このためメトネの接触軌道要素には大きな変化が生じており、軌道長半径は振幅が2 0トル程度、近点経度には5度程度の振幅で振動が発生している。これらの振動の時間間隔はおよそ450日である。また異なる時間スケールで軌道離心率も0.0011から0.0037。 の間を変動しており、軌道傾斜角も0.003度から0.020度の間を変動している。2012年5月20日にカッシーニがメトネに接近して観測を行い、その表面の特徴が明らかになった。写真でも明らかなように、際立って滑らかな表面をした楕円体状をしており、検出可能な大きさのクレーターは存在しなかった。パレネア、 オンも同様に滑らかな表面を持つと考えられている。目と目の表面はアルベドの異なる2つの領域にくっきりと分かれている。明るい領域はアルベドが0.70程度であるのに、対し、暗い領域はこれより13%ほども低い0.61という値を持つことが分かっている。校舎の領域の中で最もアルベドが低い場所は0.58である。 暗い領域は目と目の交点方向に対して先行する側の表面に存在している。紫外線と赤外線のスペクトルではこの二つの領域に明るさの違いは見出されておらず、蘇生に由来する色の違いではなく物理的な違いに起因する可能性が示唆されている。例えば、ミマストテテティスの先行半球における熱的な異常の起源として先行半球側は 土星の磁気圏に由来する電子の衝突頻度が高くなることによるものとする仮説が提唱されている。これに類似した放射の非等方性がメトネのアルベドの模様の生成に関与している可能性がある。メトネが生水圧平行の状態にある、つまりこの細長い形状は土星からの調汐力と、 メトネの重力を反映している結果であると仮定すると、メトネの密度は 0.31Gcm-3 と推定される。これは太陽系の天体の平均密度としては最も低い衛星の一つである。そのため、この天体は非常に空撃率の大きい氷でできていると考えられる。空撃の多い天体内部では構成する物質が位置を大きく変えることができるため、 これが、クレーターが、表面に発見されていないことの理由になる可能性がある。2006年、カッシーニの観測から、土星の新たな艦が観測され、R-2006S5 という仮符号が付けられた。この艦は、翌2007年に撮影された画像により、メトネの周辺の軌道上に位置する古城の艦として2008年に、正式に確認された。このは、 土星の艦のうちのメトネアークとして知られている。この艦は微小隕石の衝突によってメトネから放出された物質によって形成されていると考えられる。天体のある瞬間の位置と速度から計算した軌道要素のこと。時々刻々と変化するものであり、雪道などによる短周期での変動を知りたい場合にはこちらが用いられる。一方、 長時間で平均して細かい変動を取り除いた軌道要素は平均軌道要素と呼ばれる。時点と後点が同期しているため、常に後点の進行方向を向いている半球と、常に後点とは逆方向を向いている半球が定義できる。ありがとうございます。